昨年の豪災豪雨中小企業との被害に対しまして、当初から国の補助金が鍵を握るということで、災害年それを活用して、早期復旧復興を図るため、昨年の9月に、被害の大きかった大洲、宇和島及び西予にサテライトオフィスを開設いたしました。地元市長や商工団体、金融機関等と協力し、まさに言葉ではなく具体的な対策として被災地に寄り添った対策と対応を行ってきた経緯がございます。この7ヶ月を経った今、国補助金の執行に一定の目処がつきましたので、現状と今後のスケジュールについてご提供させていただきます。まず現状でありますが、グループ補助金の交付要件となるグループ認定につきましては、53グループを認定させていただきました。で、517事業者が、補助金の金額として92億3000万円を要望しております。すでにそのうち191事業者に総額約23億4000万円の交付を決定し、そのうち4月末時点で、132業者で12億2000万円が支払える見込みとなっています。補助金の活用が必要な事業者の、払い出しにつきましては、どうですか、どうですかと現場で、声をこちらから積極的にかけて払い出しをしていますが、宇和島と西予市はすでに完了いたしました。で、広範な被害のあった大洲も今月中には調査を終えられる見通しでございます。次に、他の県ではない、他の県にはない本県の支援の特色について少し触れさせていただきたいと思います。先ほど申し上げました通り、現地オフィスを構えているのは愛媛県だけということになりますので、ここでは個別訪問調査、寄り添った形で調査をこちらから積極的に行うということ、それから煩雑な申請手続きのサポート等を現場で行うということに加えまして、もう一つは補助金交付要件を直接国と交渉して緩和をしているところがございます。具体的に言えば、例えば当初国の基準では試算台帳に記載されていない設備は補助対象外でございました。しかし本件では小規模事業者の約3割程度で設備の資産計上ができていないと、いなかったという実態、それから設備や資産台帳そのものが流出をしてしまいまして、事業で使っていたということの証明が困難な事業者が多かったという経緯があったので、これは県の方で国に強く交渉しまして、資産台帳以外の他の方法で証明できる場合も補助対象にするというふうな決断をいただきましたので、きめ細かく対応しているところであります。でもう一つは、特色として補助金の交付決定をした事業者の 21%、 金額ベースでは実に 61% が農家をはじめとする一次産業とその関連企業産業で占められておりまして、このことから南予地域の基幹産業の速やかな復旧そして復興にこのグループ補助金制度が大きく寄与しているということが浮き彫りになってくるのではなかったかと思います。続いて今後のスケジュールですが、追加の新規グループ認定申請は残り10グループぐらいかなというふうに推定を想定をしております。2ヶ月の計画作成期間も見込みまして、6月28日金曜日を新規のグループ認定申請の締め切りといたすことといたしました。で、また今後の補助金交付申請については、多くて分かりませんけど、多くて370事業者程度と見込んでおりますが、中規模以上の事業者はすでに事業再開が完了しているところも多いことから、補助金の年度内交付の完了を目指して、盆明けの8月19日月曜日を当面の締め切りとすることといたしました。一方で、高齢化や人手不足の中、先ほど申し上げましたように
資産計上の課題等による必要書類の収集困難のため、申請準備の時間がもう少し欲しいという声も、小規模事業者から少し、数そんな多くないですけど、いただいておりますので、そこにはやっぱり配慮すべきというふうに思っております。そこで、最終の第2次締め切りを9月30日、月曜日にすることといたしました。なお、集団移転や公共事業との関連など、やむを得ない原因で申請が困難な事業者につきましては、国と協議するため、個別の相談に応じる予定でございます。最後に、今回の締め切り策定にあたりまして、被災事業者の申請書類の作成等の負担軽減を図るため、県の行政書士会の協力の下で、事業者の要望に沿って相談員を夜間、休日も含め派遣するなど、現地オフィスでの相談助言体制を一層強化することとしております。引き続き被災者に寄り添いながら、スピード感を持って地域産業の復興に取り組んでまいります。以上です。